はい、どうも、星です。今回はですね、えー、頑張りすぎているあなたに対して、まあ、言いたいことがあるよという話をしようかなと思いますまず結論から言うとですねまあ頑張らなくていいんですよっていう話なんですよまあただですねこれ、まあ、ありきたりな回答ですよねもう頑張れ頑張ってる人に対して頑張らなくていいんだよっていうのはまあありきたりな回答なんですよ ね、あの本当にもう聞き飽きたよっていう人もね結構多いと思うんですけどでもね頑張らないっていうのが難しくないですかあの頑張らなくていいんだよって言われてもいやそれでも頑張っちゃうんですよっていう人が大半だと思うんですよじゃあね、まあ、ちょっと日本語おかしいんですけどあのどうやって頑張らないのか頑張らないことを頑張るみたいな話なんですけどどうやったら頑張らない自分になれるのかっていう話なんですよねこれねあります 頑張って疲れて見直す。1番ね。2番。頑張って疲れて見直す。3番。頑張って疲れて見直す。もうね、この繰り返し。この繰り返しで、あの、頑張らない自分を見つけるしかないんですよ。もうね、頑張って疲れて見直すっていうのは、頑張っ、ちょっと頑張りすぎだなと。自分ここまでやったら疲れるんだなって,言って。で、見直して、じゃあ次はここまで頑張ろうみたいな感じで、ちょっとずつね、こう、 あのポイントを見つけていくしかないんですよ。ポイントをね。あの、だからなんかもう当たって砕けろじゃないですけど、ちょっと根性論みたいで嫌なんですけど、ただその、もうしょうがない。これはもう繰り返し繰り返し、ここまでやったら自分はダメになるんだなっていうのを、こう、何回も何回も試していって、もうデータを集めていくしかないんですよ、こればっかりは。うん、ただですね、問題があって、まあ、下手するとね、途中で粉々に砕けてしまうっていう可能性があるんですよね。もうね、うつ病の人はね、 まあ、うつ病の人はね、ていうか、メンタル疾患抱えてる人とか、まあ、私もそうなんですけど、もうね、頑張るなって言ってるのに、あの、なんか人からちょっと期待されたりとかさ、なんかちょっといいですね、とかって言われたりすると、マジでマジでみたいな感じですごい頑張っちゃうみたいな。もうなんかもう、飢えてるんですよ。こう、人から承認されるとか、人から頼られるっていうことに対して飢えてるんで、めちゃくちゃ頑張ってしまう。だから結構すぐ粉々になってしまったりするんですけど、まあ、それでもやるしかないと。 ね、ちょっとね、本当に根性論みたいに申し訳ないんですけど、もうね、ひたすら自分でやって試して、その何あ自分はここまでやったらダメなんだなとか、ここまでやったら、うん、ちょっとダメだなみたいな感じなのをこうもう探していくしかない。ちょっとスライド戻しますけど、この頑張って疲れて見直す、もうこのね、繰り返しですよね。繰り返し繰り返し、その頑張らない自分を見つけていくしかないわけですよ、もうこればっかりは。ただ、 それって疲れるよねっていうふうに思う方も多いんで、一、まあ、つその疲れない考え方をね、提供するとすれば、えー、自分観点を大事にしましょうっていうことなんですよ。うん。で、自分観点って何かっていうと、その、頑張ったとかね、自分はここまでやったとかね、ここまでできたっていうことに対して、あのみんなね、他人と比べちゃうんですよ。うん。じゃあ、例えば私がですよ、私が基本的には毎日ブログを更新してますと。で、毎日 YouTube を更新してますと。 で、これね、あの同じうつ病の人から見ると、星さんあんだけ作業をしてるのに僕全然できない。とかね、もう私全然ダメっっていいうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、あの私はですね、もうずっと長屋でやってるんですよ。ブログも3年やってるし、まあ、YouTube は確かに最近始めたんですけど、YouTube のコンテンツ、YouTube 出してる内容っていうのは、これまでやってきた積み重ねがあるんで、あのネタっていうのは、ね、腐るほどあるんですよ。うん腐るほど。 ちょっとお風呂入ってる間に10個20個とか簡単に思いつきますからね、ネタ。これも慣れの問題なんで、ここをね、比較しちゃダメなんですよ。これ別にね、うつ病とか関係ないんですよ。うつ病の僕が毎日ブログ更新、毎日 YouTube 更新やってますけど、うつ病じゃない健康な人でも、ブログを始めたばっかりの人とかが僕と同じ作業量をこなすのは無理ですからね。これ無理ですよ、絶対無理。だって、それまで作業やってないから、そんなに作業こなしてないから慣れてないし、データもたくさん溜まってないわけですよ。 とか知識がまだ浅かったりとかね。もう私ずっともう、うつ病になってから4年間、ずっとどうやったら自分が生きやすくなるか、ね、生きづらさから解放されるかっていうことを、もうひたすらひたすら本読んでとか、YouTube 見てとか、もな何もう Twitter から情報集めてとかね。で、自分で実際に発信して皆さんの反応いただいてとか、もうそういうこともね、飽きずに飽きずに毎日毎日繰り返してるわけですよ。もうそれはね、うまくもなりますよ、少しは。で、うまくならなかったら困りますよ、むしろ。 だから、そんな私と比較して、あの、絶対にもう負けるに決まってるんですよ。その、すぐ始めたばっかりの人がね。で、逆にじゃあ違う方向で考えると、じゃあ私が例えば顔出しの YouTuber をやりますとか、顔出しとか、その、ヒカキンさんとかね、えー、まあ、はじめ社長さんとか、ディリテ社長さんとかね、まあ、あの辺とかと同じ動画出そうとしたらね、もうね、泣えますよ。もう心折れますよ。あの、毎回なんか、すごいハイテンションでさ、ブンブンみたいな感じでね、出てこれないですよ、あんな。 あれはあれでね、やっぱすごいと思いますよ。やっぱ性質が違うんですよね、そこは。まあ私がやったことないし、慣れてないからできないんですよ。だから、もう自分観点、その自分はここまでやった。自分はここまでできた。まあ例えばブログが1週間に1回しか更新できなかったとか、ツイッターが1日ね1投稿しかできないとか、それが今のあなたの頑張った地点ならばそれでいいんですよ。それで素晴らしいんですよ。で、そういうふうに、逆にそういうふうに思わないと、もうね、あの、比べたらキリがないんですよね。 うん、例えばじゃあ、ま、別に毎日投,投稿することが偉いわけじゃないんですけど、YouTube を毎日投稿する私が、じゃあ、例えば、他にね、毎日5件とか10件とか投稿してる人もいるわけですよ。YouTube とかを、ブログを毎日5件、10件出してる人もいるわけですよ。そういう人と比較したときに、うわ、なんか自分毎日1件しか更新できてないからだめだなとか思ってたら、もうすぐね、もう,うつ病戻ってきますからね。だからね、とにかく自分のね、もう何回もしつこく言ってますけど、自分観点を大事に。 やっていいいいたただきたいなというふうにに思いますもう本当にね他人と比較すると疲れることばっかりなんでもうあの新しくじゃあ散歩を始めますとか、ね、今日は病院に行きましたとかってもう何でもいいんですけど、まあ、過去の自分と比較してどうだったのかとかいつもの自分と比較してどうなのかっていうことを常に大事にしていつもの自分よりも少し頑張ったなとか過去の自分よりはちょっと前に進んでるなって思ったらいや自分すげえなってねもう本当に偉いからじゃあ今日はちょっとスターバーでね贅沢にコーヒーでも飲もうかと。 そんな感じでいいんで本当にそれでやってほしいなというふうに思います自分観点をね大事にしていきましょう今回はこんな感じでありがとうございました